エールの部屋へようこそ。この番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問に答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりました。ノージル太郎さんですね。お便りを読み上げます。お世話になります。先日帰省のおじさんのネタによってかつて鬼人ネタを思い出してしまったので投稿します。その人物はノージル太郎の小中学校の同級生で金に執着心が半端なかったです。将来の夢が警察官の癖してルパン三世にも憧れているらしく、ゲームとかいろんなものを隙間あれば万引きしてましたなるほど、警察官に憧れてるけど万引きするっていうのはなかなかファンキーですね。同級生の家に行くとほぼ何かを盗んでいく、ドイクンミニ四駆ドイクン事件じゃないですか。なるほど、同級生の家に行くと盗んでいくと。今思えば手癖が悪いというか盗み癖がちょうど超異常だったと思います。部屋の中が、盗んだものだらけだったので苦笑いしてしまいました。そんな中ノージル太郎から盗んだものもあったんで、それはしっかり取り返しておきましたノージル太郎さんもパクられたんですね。だからこそ大した親しくもなかったんですけど、小学校中学校で放課後暇な時、いつかの時に彼の自宅に何人か集まっていた時、それは突然始まりました。何を思ったのか突然風神特攻隊とわめき散らして窓を開けて部屋の中にあったプラモデルや人形とか盗んだものいろいろなものを隣の家の壁や屋根に投げつけて屋根に向けて次々投げつけ始めました。そして投げつけで そして全て投げつけて窓を閉めて平然と何もなかったように振る舞うので、ノージル太郎を含め全員突然の気候ぶりに唖然とするしかなかったです。ちなみに投げつけたものでしっかり覚えてるのは BB 戦士の武者ジオです。武者なんで覚えてるのかというと、特攻隊長ジオとか叫んでたような気がしたので。他にもゲーセンやスト2でやっていた時も対戦乱入してヤンキー相手に対象して調子に乗って騒いだりとか、切れたヤンキーの回し蹴りが首にストンと入ったエピソードもありました。やっぱりこの場合ちょっと常人と思考回路が違うということでしょうか。吉谷さんが仮にこんな人物が周辺にいたら関わりたいと思いますが、ちょっと盗み癖と数々の、希少な行動が目に余るので、ほとんどの同級生から距離を置かれるようになっていました。もちろんノージル太郎も含めてです。あと野球チームで正直結構下手だったので、かなり後に入ったノージル太郎にすぐポジションを取られ、逆恨みしてきて、人格的にも器が小さく鬼人ぶりもあったし、正直かなり苦手でした。朝から微妙なネタで申し上げます。よろしくお願いします。まあ僕も変態というか、おかしい人ですからね。おかしくないですか。動画3万本やってるやつなんかおかしいでしょ。僕も普通の人じゃないですからね。なんか人のこと言えない部分はありますけど、まあ言わないと番組にならないので言わせていただくと関わらないですね。そう、関わらないけども、なんだ、関わらないけども、そういう関わりがある場合、そういう変な人が関わってく、まあ僕も発信してるんでいろんな人が来ますよ、ね、でその時にどう考えるかっていうと、あ、変わってるなって僕も思うんですよ。でそれと同時に俺も変わってるからしゃあないなっていう考え方ですね。おいしますね。変な人が来ます。で気持ち悪いなとか、うざいなとか、なんだこの人って思う時ありますよ。なんだけどそれと同時に天秤ですよね。それだけではなく自分もそうだよな、だからそういう人を引き寄せる部分もあるよな、自分にも落ち度はあるし、自分も変な人だよな、一般の人から見ると怪しいと思われるし、一般の人から見るとおかしいと思われるし、自分もそう思われてるだろうし、だからそう思われてるしそう思うし、結局イーブンイーブンだなみたいなね、なんかそういう落とし込みをしてますね僕の場合は。でもどちらかというと自分、まあ今は結構フィルタリングもだいぶ強く、もう相当発信してきてフィルタリングもだいぶ強まってきてるので、まあ関わるお客さんともかなり、そのなんだろうな、セグメントはされてきてるかなっていうのは感じます。でもどれだけセグメントしたとしても、
セグメントできない人もやっぱ表面上じゃわからない部分もありますので、でも最近はちょっとだいぶ少なくなってきた感じはしますね。やっぱ本当にもうあの、だってメルマガとかも、だって普通のメルマガじゃないですからね、僕のメルマガ。もう本当にあのメルマガの LP ブログでやってますけど、もう9割セールスですよみたいな。でセールスするときしかも基本メルマガ送らないっていう、どんだけスパルタンなメルマガだよって話じゃないですか。まあその分僕は YouTube メインでやってるんで、 YouTube の方でフリーコンテンツガン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 作ってやってるんですけど、まあそれにしてもメルマガ異常だよねっていう。9割セールスのメルマガでこの8年ぐらいやってるって異常ですからね。セールスされしかないメルマガで9年8年やってるってありえないですよ。でもそれは、まあ、すみません、先ほど言った通り、ね、フリーコンテンツ、YouTube の方でもその3万本ぐらいアップして、まあ、いろんなコンテンツアップしてるっていう、それがあるっちゃあるんですけど、ただメルマガ単体で見たら普通じゃないので、だから逆に言うと、その、あ、このメルマガは吉谷さんからもう売り込みしか来ないんだ、あ、もうふざけんな、嫌だな、お金取られるんだ、騙されるんだっていう人はもうどん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 解除していくじゃないですか。当たり前ですけど。だからどれだけセールスされたとしても解除しない人だけが残ってるので、あの相当濃い人しか残らないっていう話ですよね。でもそれを狙ってやってる部分もありますからね、うん、だって僕はもう本当極論言ってしまうと、メルマガをやってる理由って商品を買ってもらうためだけにやってるんですよ。まあ本当に極論言うとですよ。ボランティアでビジネス僕はやってないので、ボランティアでビジネスやってないんで、いや、ボランティアやりたいんだったらビジネスじゃなくてボランティアやればいいだけの話なんで、僕から商品が売れなきゃ僕はビジネスとして成り立たないんですよ。会社もそうですよね。どんな綺麗事言ったとしても会社の売り上げ上がらなかったら従業員に給料払えないわけですから、ビジネスとしてやるんだったら売り上げは絶対作っていかないといけないんですよ。じゃあ売り上げを作る上で僕の商品を買ってくれる人とお客さんとこう向き合っていくのか、まあ無料プレゼントが欲しいよっていう人と、無料プレゼントは欲しいけど有料は欲しくないよっていう人と絡むのかっていう、どちらかというと 100% 僕の有料商品、まあ興味あれば買いたいねっていう人だけが いればビジネスとしてやりやすいじゃないですか。うん、だからまあちょっと特殊なやり方ですけども、あんまりおすすめはしないですけども、僕はそんな感じでやってますね。でもこのやり方も変態チックなやり方なんで、多分一般の人が真似しても多分無理だと思いますよ。多分。まあそもそもね、動画も3万本アップできないだろうし、真似できないだろうし。そう、ね、塾生さんにも僕のやり方を押し付けては、だって押し付けても そもそもできないので、ね、その3万本やって、最低3万本やってくださいみたいなね。だからその王道ですよね。まあこういうふうにやってくださいっていう、なんかその、まあ、ゴール設定をして、そのゴールから逆算してそれのコンテンツ作ってくださいみたいな話をしてますけど、だからまあこれ考え方じゃないですかね。やっぱまあ僕も変な人なんで、逆に言うと、なんかネットビジネスに興味持つ自体で変な人なんじゃないかなと思うんですよね。まあこれ聞いてる方には申し訳ないですけど、だって一般に働いてたら、まあそもそもなんかネットに興味持たないというか、まあでも昔に比べると情報が出てきてるのでね、あれかもしれないですけども、まあ一般的なレールであるならば、どこに就職しようが 100% で考えることじゃないですか。どこに就職しようが 100% じゃないですか。一般のレールだったら。自分で稼ぐというか、どこに就職しようっていう話ですよね。就職活動どうしようみたいな話なんで。で、会社でどうやってあの仕事を生産的にやっていくかとか、まあそういうところでじゃないですか。だって昔から起業する人も1割にしかいないんですよ。10割いないんですよ、起業する人。1割ですよ。そう。だって会社の中でも分母的に社長が1人で、で、社員がまあ何千人、何万人、何百人、何十人、その分母じゃないですか。社長1人ですよね。起業してる人1人みたいな。だから社長ってちょっと変わってません？そもそも。そう、変わってなきゃね、就職してますよって話ですよね。だからまあ僕はまあそういう感じでやってますね。自分も変な人だよっていう感じですね。それを認めてるし。だから変な人が変な人を呼び込んでしまうのは仕方ないよねっていう。だけど、
フィルタリングめっちゃしてるので、自分が、うん、ちょっと関わりたくないっていう人はどんどん去っていくし、うん、そう、そんな感じでございます。はい、ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。